どうもこんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ドスログと言います。お名前の方お願いします。ラッシュディのブースを担当している足立と言います。足立さんですね。はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうですか。はい。千葉のどの辺にあるのラッシュディさんって。袖ヶ浦っていう、木更津の近くです。袖ヶ浦サーキットあったね。はい。その内房の近くにある、ドリフト用のサーキットもありますし、うん、グリップもやってます。あ、そうなんだ。はい。サーキットもやってて、オンのドリフトと、あとショップ。そうですね。なんかラッシュさんっていうとタイヤのイメージがすごい強いんだけど。あ、その通りですね。あのグリップだともタイヤで有名。タイヤで有名ですよね。はい、ドリフトだとね、なかなか。まあでもなんだかんだいろいろやってはいるんですけど。そうですよね。はい。じゃあ。足立さんの一押しの女の子はどんなタイプですか？ですね、僕結構 P 型の性格きつい子が好きなんで、はい、そんな子がいないかなって探して。例えば、どんな感じの芸能人とかいる？ツンが強めなデレが好き。メイドカフェ？メイドカフェですよね。冗談。芸能人で言うと、いや、沢尻エリカの性格とかじゃないですか。でも多分一緒にいたら疲れちゃうんですよね。疲れるかな、やっぱり。でも一緒にいれるなら行ってみたくないですか？精神的に平常であれば。あ、そうです、はい、だいぶ行っちゃったと怖い、怖いなっていうのは、もう触ってみると本当に可愛いしね。そうですね。気も強いし、はい、やっぱり気の強いのはいいね。でね、ラッシュディさんブースちょっと行きましょう。はい。ビジュアルブランドとして、一応ラッシュブランドとして、まあ端子ケーブル、こういう端子ケーブル、はい、あとまあウィングステーとか。ウィングステー、あ、これね。うん、はい、で、これがプレミアムベアリングオイル。はい。フロント用とかですね。プレミアムってことはどんな感じで使用するとか。まあ多分一周回ってるんじゃないですか。マジっすか。マジっすか。だってプレミアムですから。あ、そうか。ぶっ込みますね。ぶっ込みますね。で、やっぱこれが延長コードね。はい。あとはまあセンサーケーブルとかも実は結構こだわってて、うん、すごくね、柔らかい。触ってもらうと分かるんですけど。あ、すごい柔らかい、はい、こんなんあるんだ。あるんですよ。これちゃんとそれを意識して作ってて、センサーケーブル結構取り回し難しかったり硬くなっちゃったりするんですけど、これが全然ないので。あ、で配線をきっちりやるってやつね、はい、なるほどなるほど。使いやすい。へえ。ツーリングとかだと結構きちきちやるもんね、みんな、はい、今ドリフトだとやっぱリアアンプも多いし、まあ、短いのも長いのもかなりある、はい、こんな柔らかいの見たことない。そう。あとやっぱ一押しはね、このウィングステープ。よく売れますか？これ結構かっこよくて。あー、スワンネックだもんね。はい、あ、これいいよいいよ。あ、かっこいいかっこいい。はい。あ、これいいわ。そう、これかっこいいかっこいい。いいね。ペイントも綺麗ですね、これ。これは僕がやってます。あ、本当、はい、かっこいいかっこいい。ありがとうございます。今回ドライバーとしても出てます？あ、出てます。今2本走りましたけど。どうだった？ちょっと聞かないでください。明日があります。あ、そうです。明日が盛り上がります。そうそう、上がるだけってやつ、あとまあラッシュだとボビーウィングさんとかなり緻密にやらせていただいてるんで、ええ、あのうちの走ってる車も8割9割これで。ボビーウィングさん、はい。ホビーウィングってなんだかんだ言って市場強いよね。もうナンバーワンだと思う。なんか最近すごい多いなって思うよね。はい、バイト君です。バイト君ですか、はい、なるほど。レイ君、レイ君、レイ君、どちらの国からですか？中国。あ、中国ですか。中国のどっから？あの、上海。上海、あー、都会の人ですね。そうです。アルバイト楽しいですか？はい、楽しいですか？みんな、あの、日本のラジオレベル高いですけど、うん、全然楽しいです。あ、なるほどなるほど。そして今、ラジオの勉強、将来いろいろ活躍するぞみたいな、はい、なるほどなるほど。あとあれですよ、あの、今結構話題の、あの、疾風陣雷っていう。あー、疾風陣雷ね、はい、クリオシティさんのやつね、うん、これも一応ラッシュで、うん、その扱う予定にはなってます。あ、なるほどなるほど。疾風陣雷やばいじゃん、いきなり今日トップですよ。トップじゃん、はい、あれでビビったよ、マジで。こんな感じです。
OKOK、ありがとうございます。ありがとうございます。